TJ リラ賞は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、カリフォルニア州ソノラ出身、コロラド州デンバー在住、トレーニングラボ、ハンティントンビーチアルティメットトレーニングセンター所属、元 UFC 世界バンタム級王者、UFC 世界バンタム級ランキング2位、高校、大学とレスリング部に所属、高校時代に優秀な成績を収めたことで、 カリフォルニア州立大学、フラトン校にフルライドの奨学金を受けて入学、NCWA ディビジョン1で活躍し、4年時には全米10位にランクされた。大学卒業後に大学のレズリングコーチだったマーク・ムニョスのつてで総合格闘技の練習を始め、2010年にプロ総合格闘家デビュー。4勝無敗の戦績でザ・アルティメット・ファイターに参加した。 2011年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン14にマイケル・ビスピン、率いるチーム・ビスピン所属で参加。バンタム級、トーナメント1回戦で、チーム・ミラーのローランド・デロームを一本勝ちで下し、準決勝では、ダスティン・ペイグに3から0の、判定勝ちを収め決勝進出を果たした。2011年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター14フィナーレのバンタム級。 トーナメント決勝で、ジョン・ドットソンと対戦し、左フックでダウンを奪われ、パウンドで1ティコ負け。キャリア5戦目で初黒星を喫した。2012年2月15日、UFC 本戦初出場となった UFC オンフューエル TB1 で、バレル・アトソンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。同年7月11日、UFC オンフューエル TB4 で、 バウアンリーと対戦し、ネッククランクで 1R1 本勝ち。2013年3月16日、UFC158 で、田村一世と対戦し、2R 序盤に、左ハイキックでダウンを奪い、パウンドで小勝ち。およそ1ヶ月後の4月20日、UFC オンフォックス4で、ウーゴビアナと対戦し、パウンドで1キコ勝ち。2013年10月9日、UFC Fight Night マイアー VS、シールズでバンタム級ランキング5位のハファエル・アスンソンと対戦し、1から2の判定負け。敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、海外の MMA メディアサイトの採点では13人中10人の記者がディラ賞の勝利を支持した。2014年1月15日、UFC ファイトナイト、ロックホルド VS。 フィリップで言えばアンタム級ランキング7位のマイク・イーストンと対戦し3から0の判定勝ち。UFC 世界王座獲得2014年5月24日、UFC173 の UFC 世界バンタム級タイトルマッチで王者へナンバラオンに挑戦。試合前は圧倒的不利と見られていたが 1R に右フックでダウンを奪うなど序盤からバラオンを圧倒し 5R に 左ハイキックでぐらつかせ、直後にパンチ連打からの左フックでダウンを奪い、追撃のパウンドで下馬評を完全に覆す TKO 価値を収め王座獲得に成功。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。当初は同大会で水垣岩達と対戦する予定であったが、バラオンに挑戦予定だったハファイル・アスンソンが欠場したため、アスンソンの代わりとして、 バンタム級タイトルマッチに出場することとなった。2014年8月20日、UFC177 の UFC 世界バンタム級タイトルマッチで挑戦者、ジョソトと対戦。終始外を圧倒し、5ールに右ハイキックからの左ストレートで小勝ち、王座の初防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。当初は同大会で、 ヘナンバラオンと再戦する予定であったが、バラオンが試合前日に体調不良となり欠場したため、同大会で別の選手と対戦予定であったソトが急遽、王座挑戦することが決まった。2015年7月25日、UFC オンフォックス16の UFC 世界バンタム級タイトルマッチで、バンタム級ランキング1位の挑戦者へ、ナンバラオンと再戦し、 スタンドパンチ連打で4期こ勝ち。2度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年10月、長年所属したチームアルファメールを離脱し、エレベーションファイトチームに移籍した。世界王座陥落2016年1月17日、UFC ファイトナイトディラショー vs クルーズの UFC 世界バンタム級タイトルマッチで、バンタム級ランキング1位の挑戦者。 ドミニク・クルーズと対戦。一心一体の攻防を繰り広げたものの、僅差で1から2の 5R 判定負け。3度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年7月9日、UFC200 でバンタム級ランキング3位の母エル・アスンソンと再戦し、3から0の判定勝ち。 三年九ヶ月越しのリベンジを果たした。2016年12月30日、UFC207 でバンタム級ランキング2位のジョンリー・ナカーと対戦し、3から0の判定勝ち。UFC 世界王座再獲得2017年4月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターの25シーズンに、コーディガー・ブラントと共に、それぞれのチームのコーチを務めた。 2017年11月4日、UFC217 の UFC 世界バンタム級、タイトルマッチで、元チームメイトの王者コーディガー・ブラントに挑戦。1R 終盤に、右フックでダウンを奪われるも、2R 中盤に、左ハイキックでダウンを奪い返し、最後は、右フックでダウンを奪い、追撃のパウンドで 2RKO 勝ち。王座再獲得に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 2018年8月4日、UFC227 の UFC 世界バンタム級、タイトルマッチで、バンタム級ランキング1位の挑戦者、コーディガー・ブラントとダイレクトリマッチを行う。1R 中盤に、右フックレンダーでダウンを奪ってからペースをつかみ、1R 終盤にスタンドパンチレンダーで TKO 勝ち。王座の初防衛に成功し、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。 2019年1月19日 UFC ファイトナイトサフド VS ディラショーの UFC 世界フライ級タイトルマッチで1階級下の UFC 世界フライ級王者ヘンリー・セフードに挑戦し開始直後に右フックでダウンを奪われパウンドで1ティコ負けフライ級王座獲得に失敗したドーピング世界王座返上2019年3月20日ディラショーが インスタグラムでヘンリー・セフード戦で自身にアンチドーピング規則違反があったためバンタム級王座を返上することを発表した。この直後にニューヨーク州アスレチックコミッションはディラ賞に1年間の出場停止と1万ドルの罰金を課したことを発表した。4月9日調査と裁定を完了した全米アンチドーピング機関がディラ賞のアンチドーピング規則違反が 禁止薬物エリスロポエチンの陽性反応検出だったことをび、ディラショーに2年間の出場停止を課したことを発表した。2021年7月24日、2年半ぶりの復帰戦となった UFC オン ESPN サンドヘイガン VS ディラショーでバンタム級ランキング2位のコーリーサンドヘイゲンと対戦し、2から1の 5R 判定勝ち。なお、ディラショーは 1R 終盤に、 左膝の外側側腹靭帯を断裂、外側半月板をバケツ柄上断裂し試合後に手術を受けた。独特の構えとステップで角度をつけたポジションから繰り出す鋭く精度が高いパンチとノーモーションで見えづらい変則的なハイキックを得意としている。また2015年にチームアルファメールからエレベーションファイトチームに移籍してからは テイクダウン能力やグラウンドでの攻防が向上し穴のないオールラウンダーとなった。さらに、ゴアールをフルに動き続ける豊富なスタミナと優れたリカバリー能力を持つ。ありがとうございます。